さあやっていきましょうか、うん、第3ステージ総陣ですね。真相じゃないかなって勝手に思ってんけど、どうやろう。諸君が三つどもえとなって繰り広げる争いは暇だ終わらん。そんな中自分の守る慶州、あ、そうか、繁盛があったな、こいつ進行してきた。関羽は軍神と称されるほどの将、苦戦は必死であろう。殿からお預かりしているこの繁盛と将兵たちの命損なうわけにはいかない。いざ参る。自分の部守護するためにこそあり。繁盛がありました、忘れてました。この繁盛の戦では総人殿が総大将となる。各々の大功を立てて陶器都巨匠におられる殿のご期待に応えていただきたい。敵の総大将は関羽、奴はここしばらくの雨を利用した攻めを展開してこよう。まずは守りに徹して気を伺うが上策だ。総人殿、あなたはこの繁盛の支柱、その鉄壁の武と揺るがぬ武人の心で将兵らを鼓舞し、この戦に勝利をもたらしていただきたい。よし、あ、なんか来た、かっこいいのが来た。孫悟明、我が軍に共闘を請うか。よほど関羽が怖いようだ。違うな、見たことあるなこれ。関羽よ、この状況いかなお主でも超えられまいぞ。さあやっていくぜ。敵だらけ、敵だらけ。あ、これ変えとかないかんな、そろそろ。で、カルイの11と運が出て、標準の無双号と攻撃11が出たんで、こっちにします。で、白虎カッタンに加えて、先端で行こうかなと思います。これで行こう。敵がなんせいっぱいおるのよね。あ、でもそんなにか。人自体は大しておらんな。よし、行くぜ。まあ、のんびり倒していきましょう。ゆっくり。ゆっくりダラダラやっていきましょう。直に援軍が来る。それまで耐えるのだ。とりあえず、あの、下の、あれを制圧しに行こうか。ここ。まあ、囲まれさえせんかったら強い。できな。これがな。しょ。補給拠点確保。次行くぜ。なんじゃお前ら。次は負けない。敵将討ち取ったり。さあこれで、拠点も制圧しておきましょう。あー強いね、これ強いわ。総人法強いわ、総人法。優秀。とても優秀です。ちょっと待ってよ。まだ誰も真ん中来てないな。
まあどうせ五軍と食軍の援軍が五軍の援軍が来るまで時間あるんで、そんなに焦らずゆっくり倒していったらいいと思う。ゆっくりゆっくりのんびり倒していこう。補給拠点と手甘く見るな。行くぞ。どけ。へい。よし。でこいつ倒す。おっしゃあ、遅すぎて当たってないやん。強いですね。最高です。自分こんな強かったよね。いやこれロックライン強いわ。安心安全よ。稲葉物置、稲葉物置100人寄ってきても大丈夫。さあこれで上の拠点を潰しますか。こいつ潰しまっか。お見事。お見事。それがしの劇で撃滅させていただき。川だと。水攻めを狙っていよったやん芝居。お前何聞いとって。ちょっと待って、これさ、宗神さ、守りに対し、守りが得意なキャラやけん、ちょっと守備力高いんじゃん、わざと。効かんことないだって、攻撃。あんまり、のけぞらんよね、宗神って。単純に、あんまりこう、ガードが硬いよね。これって特性？こいつの。そんな気がせん？ほら普通やったらさ、もう3ステージ目ってさ一発食らうだけでガンガンダメージ入ることない。今ないもんだって。うわ待って、これ特性なんじゃない、こいつの。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。強っ。ちょっと待って、強ない。考えられへんぐらい強い。当たるか。よし。足元にも及ばなかった。敵将撃ち取ったり。どう？もしかしてこれ阻止できた？阻止とかあるんこれ？水攻めは土地を細らせ、後々まで民を苦しめ。そうなんや。復旧がむずいけんってことかな。そう思考。かような策を許すわけにはいかん。阻止したんちゃん。あ、阻止できとる。マジかよ。これ阻止できるのは知らんかった。マジ初耳。敵の策は打ち砕いた。全軍反撃せよ。あーくそ、お前どけ。邪魔じゃ。さあ次行くぜ。これで、あれ、毛達兄がおるやん。おった。攻めかかれ。俺
俺の攻撃かわせるか。まだ勝機は十分ある。体勢を立て直せ。強いですね。負けない。敵将打ち取ったり。これで真ん中の拠点潰しましょう。徐光明、ただいま三条捕まつった。危ない。一気に蹴散らすのだ。こいつ潰す。我らの健康な守り。うわ、もうさ、だってさ、この効くやん、あいつの攻撃なんか、モンペの攻撃なんか絶対効くやん。これやっぱ特性やな、総人が硬いんか。もう単純にこいつが硬すぎて攻撃が効かんのか。あ、めっちゃ強いやん。じゃあ強いわ。武器取ろう。いや、マジ3武器欲しいんやって、そろそろ。もう結構厳しいですね、2武器は。攻撃力が足りない。できたら排水ゴフつけたいんよね。よし、こっちと、あとはこっちの方にもある。ああ、シュースを撃破してるし。そうか、ここってガードできるんか。水攻めを、水攻め阻止できるの知らんかったな。前したっけ俺。まあ、した記憶がないんやけど。完全に総人が安定してますね。安定キャラかも。スリってこの特性欲しかったな。え、嘘。ん？高級拠点と手甘く見るな。行くぞ。ちょっと置いてくれ。よし。どの力を借りることになろうと。来た。無念だ。あ、そうか、今回味方か。ごめん、今回味方や。敵じゃなかったわ。ここ任せよ。一気火星に攻め立てよ。あー、くそー。もう当たらん。攻撃が遅い。弱、全然当たらんやん。よし、次行くでごわす。馬領を倒すでごわす。集めてはなりませんぞ。その国もらい受けます。よし、引くのが戦略です。うわ、強えな、マジ強えな。マジ強えな、これ。どうしよう、安定しすぎとるわ。OK、 ナイスだ、銀弾。今こそ全軍反撃に転ぜ。反撃かよ。反撃してくるんかい。不死人倒そう。こいつって謀反するんかな。その首もらった。
この場合は反撃せんのか、反乱せんのか。え、水攻めを阻止したら反乱せんのっていうことでいいんか。あっとんかあってないんか分からん。お見事。これはまずい。あーどけよ。恐れずに立ち向かえ。きた。関雲長が義をやればその身で受けていただこう。いざ、この戦を終結させる。うわー怖い。ちょっと待ってよ。一旦総飛じゃなくて張飛も倒してきたよね。その部、敵ながら見事なり。あ、お前もハイパーか。無人の勝負で背を向けると。手柄をもらった。そこを動くな。よしよしよし。ほら、張飛の攻撃ですら効く。もううっとい。なんなんあいつら。あー、うっと。ちょっとだるいな。ちょっとだるいな。距離感が絶妙やな、お前ら。なんなん。それは効くんかい。そんなに範囲ない。そんなに言うほど範囲なかった。よし。あー、カウ。カウのところに行くぞ。なんじゃそりゃ。何？誰から暗いよ今。あいつのハイパーの攻撃を食らってビクともせんのかお前。よし終わり。そなたの部見事なり。我が大義はならねど、この最後、武人として本望。さらばだ、友よ。なんか総人とカウのやりとり見たかったな。あの特別なムービーで、この使い回しじゃなくて。強いな、強い強い、全然強いわ。
いや、三武器が欲しい。皆の助力によって繁盛を守りきることができた。それにしても関羽の最後敵ながら見事であったが、こたびは五の援護があってもいずれは他の国とも決着をつけることになろう。混迷は未だ続き、乱世もまた続くか。よし、あーいいけど防御がいらん。これちょっと入れ替えます。防御いらん、防御いらん、もう防御ばっかりやんけ。なんじゃそれ。今回も3部取れんのか。さあ残念ながら取れませんでしたが、次3ステージじゃない4ステージ目かやっていきます。じゃあこんな感じで終わります。バイバイ。